ださって。暑い、なんか。今日めちゃめちゃナチュラルなんですよ、メイク。全然ほら珍しくない？ちょっと下でくくってたけど、高いポニーテールにしてみようかな。うん、マッシュさんありがとうございます。前髪ちょっと伸びすぎちゃって長い。長いです。お、伊沢さん、くまありがとうございます。今日は8時くらいまでできたらいいなって思います。ポニーテール、ポニーテールちょっとね、ここがおはげになっちゃうから、あんまり好きじゃないんですよ。目立つ。薄い屋さんだから。よいしょ。今日の7時までの予定が、ちょっと10分早く終わったので7時からしちゃおうって思ってしちゃいました。今日はドボンの礼配信は向かのスケジュールの直近何するっけ、17日以降だったらできると思います。またお知らせします。配信するときはお昼までには X でいようって思ってます。明日明後日はちょっと夜目なので、レッスンが、よし、じゃん。なんかさ、前髪長いと思って巻いたんだけど、なんか巻きすぎて逆にさ眉毛見えてるみたいな事件起こってる。すごい、みんな2日連続で配信してくれて嬉しいって言ってくれて嬉しい嬉しい。ちょっとお水入れてきました。
ウォーターサーバーで。なんか夜な夜な最近夜な夜な編み物してて、なんかもう飲み物とか飲まないで集中してやってて、なんか3時間ぐらい経ってなんかもう喉カラカラなったって思って、このお水入れに行って飲んだ時の水が美味しすぎた喉カラカラになって、なんかそのクワーってなった。バイク小僧さんありがとうございます。水おいしいってなる。ん？ポニっていいかも。割とどうですか。ここが気になる。前髪のピンが一個も入ってない。いい？やったー。うん、マッシュさん似合う、ありがとうございます。水のりさん、ポコン、ありがとうございます。ゆうちゃん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。今日はソードアートオンラインちょっと見てて、最近ずっと見てるんですけど、今2シーズン2見てます。なんか毛がついた。出た。どうやってんの。出た。リオちゃん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。気に入らない。最近は ALO ちょっとそんな詳しくなくて分かんないんですけど、デスガンのとこです。デスガンのとこ見てる。最近は家で一人でアニソン歌ってる。カラオケ行きたいですね。お、すごい。ちとさん、最高、ありがとうございます。最高。あとね、あれ買いました。今月の写真会でつける用のおメガネちゃんと、来月の写真会でつける用のティアラ買いました。他
か、なんか似合うかわかんないけど良さそうなの買ってみた。お洋服ずっと探してるけどどうしよう。なんかめっちゃ可愛い系、なんかフリフリしてる系がいいのか、なんかちょっとなんかスポーティー系なんかが迷ってるか、なんか普通の服みたいなフリフリ系か迷うんだよな。でも最近はなんかお洋服買う衝動をずっと抑えてたので、この写真会の服買うために、だからもうあれも欲しいこれも欲しいってなってるけど、ピンクの服探す、その今月ピンクの服の日っていうのを作ってて、ピンクコーデ探してる時にあれも欲しいこれも欲しいって、あのいろんなとこ飛んでたら結局探せてなくなっちゃういろんなとこにもう気が飛んで、結局あれ何してたんだっけと思ってなんか探せてないみたいな保存がよくある。普通の服とは、普通とはもこもこ分かんない、普通ってなんかこういうやつがピンクってこと、からスウェットとかかな、分かんない。こんばんは、いっぱいみんなこんばんはって言ってくれる。怖い。ピンクコーデの日。え、ピンクの服で着てくれるんですか？え、嬉しい。じゃあ、みんなもピンクの服で着てください。あのコードトレンドコード違う、ドレスコーダーコードだ、ドレスコードピンク。ケンタさん、クマちゃん、ありがとうございます。ねたろうさん、くま、ありがとうございます。でもなんかモカのグッズとか身につけてたら割とピンク入ってる説ありそう。てちゃんのグッズピンク、割とピンク説。あの生誕グッズはまだ届いてないですか？あれってピンク入ってたかな。でも生誕グッズだったら絶対にピンク入ってるから、生誕グッズを身につけてくださってたら。え、まだ届いてないの？あれ見間違いかな。なんか生写真届いてる方見たことある気がするんだけど、
気のせいだったのかも。挨拶周りの写真来るみたい。あ、写真だけ先に届いた。やっぱりだよね。よかった、みんなの手元に生写真が来て。生写真、生写真、なんか書いてたよね、メッセージ。生写真にメッセージみたいな。今月には来るのかな、グッズ。楽しみですね。あ、生写真は家宝にしてる。嬉しい。額縁、みんなどうやって保存するタイプですか、生写真。なんかファイルに入れるタイプ、それともなんかボックスに入れるタイプ。こう放置放置タイプ。ボックスに入れちゃうね。なんかハガキケースっていうボックスがあって、それに入れています。結構あのファンの皆さんから生写真いただいたの、いただいた時はその種類別に重ねて入れてる。クリアファイルに入れて。クリアファイル、クリアファイルでも大きくない？クリアファイル、生写真にしてはアルバムに入れてる。アルバムいいよね。なんかいい系のグッズであるよね、生写真ケース。あれに入れてくれてたりするのかな。うちではあれに入ってます。あ、違うわ。うちはそのイーケンの生写真ケースに公園の写真を入れてます。生写真ケース欲しいな、グッズ。なんかグッズ、あ、でもこの間あったか。あ、そうだ、もうさ受付終わっちゃう、終わっちゃった話するんだけど、この間予約してたクリスマスのワクスト可愛いって思った。なんかキラキラしてたんだよね。見ました？調べてみます。え、嬉しい。あとなんかめっちゃお姫様みたいな生写真も可愛いよね、あれ。どこだろう。もうなんかグッズの発売期間短くて、気づいたらいつも終わってるんだよね。どこだろう。グッズ見方が分かんない。グッズの
リスマスグッズ。え、かわいい、めっちゃかわいい。どうかな、あるかな。画質がやばい、画質があれだ。しかもなんか、え、このすごい微妙な表情ちょっと微妙な表情してるかもしれない。こんな感じ、画質が荒いのでこっちで表現しとこう。なんかあまり漏れてないですね。また同じポーズしてる。ほんとこれだよ、固定なのこれ。え、このグッズかわいい、これかわいい。これ自分で描きました。 X マス、え、 X マスっていうの、これかわいい、これかわいい。こっち好きですね。ストローちゃん、最近ガチャガチャであるやつか。コースター、コースターなのこれ。アクスタじゃないの。え、じゃあ木ってこと、木なの。すごい、わっ、ほんとだ、ストローにつけてるよ。え、じゃあコースターに置いてストローにもつけれるってこと。え、じゃあみんなホワイトモカでしてくださいよ。ホワイトモカで、美味しいから、スタバのホワイトモカ。頼んだぞ。B リアル来た、今 B リアル B リアル来たよ。 B リアルあんま撮ったことないんだけどね。撮らないと、なんか B リアル入れてるのにあんまり撮ったことない。友達いないからさ、一人で撮ってる。なんか山根さんが AKB リアルみたいなやってたでしょ、あれいいなと思って入れたけど、なんか別に撮るものないなと思ってやってない。でも入れてる、通知は来る。やってますか？やってる人いる？友達何人いますか？友達、ね、友達3人、2人とかしかいないよ。わかんない。どこからが友達？ 3人もいるか、2人くらい。
友達いないから悲しいです。友達になってください。数じゃなくて質？確かに。あ、そうだ。なんか、あれ？何話そうとしたんだっけ？今忘れちゃった。記憶が思い出した瞬間を思い出せてなかった。実は。今日はこの配信が終わったら家族でお鍋し食べます。なんかママが今日の夜はミルフィーユ鍋、ミルフィーユの鍋ねしてくれるって言ってた。で今日はふてちゃん郵便にマカオ、ふてちゃん郵便かっこマカオ編、遊び、あ間違えた、遊び編を送りつけたいと思います。そうミルフィーユの鍋、なんか観光編だ、遊び遊び編ってないよね。あとでも2話で終わっちゃいますけど、だから貯めてるめっちゃ。あと観光編と帰り編帰宅編、帰宅編があります。白菜に豚肉挟んだ、そう白菜豚肉鍋。でも帰宅編、帰宅編はさ、なんか急いでたな、帰宅するの。空港、香港空港でディズニーストア爆買いしてるユキ見たくらいかも。かわちぃ、帰国編じゃないの、面白い。あ、帰国か、帰宅、まあ、帰国も帰宅も一緒みたいなもんだ。なんか空港まで迎えに来てくれたんだけど、パパとママがその空港で帰りにタリーズでアサイヨーグルトなんだけど、マジで美味しかった。なんかもう、ああ日本を感じた、タリーズのアサイヨーグルトで。わかんない、タリーズって世界共通なの？香港空港は嫌い？ねえやばかった空港。なんか初めてその香港空港帰り本当に時間がなくて、もう行きたいとこいっぱいあったんだけど、あのディズニーストアとあのマックのんちゃんにあげる用のハッピーセット
を急いで買ったくらいしかできなかったんだけど、なんかもうテーマパークぐらい広くって、香港空港びっくりって感じだった。なんか行き降りた時は、なんかその空港降り立ってから、なんか電車乗って空港まで移動したの。だから空港が広すぎて、なんかそのモノレールみたいな乗らないと空港まで行けないみたいな。その電車がめっちゃ荒すぎて、それにもびっくりしたし、その後に乗ったタクシーも荒すぎてびっくりしました。なんかもう捕まるくらいのなんかタクシー速度、なんかカーレースくらい出てた。ホリちゃんありがとうございます。でもなんかその香港空港出てから特に何かがあるわけでもなく、なんかいろいろ建設中って感じでした。どれも建設してる、建設途中の建物がめっちゃ多かったです。物騒。香港では通常ってそうなの？でもめっちゃ車酔いしました。車酔い、ちっちゃい頃車酔いするタイプで、なんか最近中学生くらいからはあんまりしなくなってきたんだけど、久しぶりに酔いました。ここはアトラクションかと思った。でも今でもタクシー、ちょっとなんか昔は結構タクシーってなんかタバコっぽい匂いのタクシーが多かったけど、なんかそういうタクシー、なんか匂いで酔っちゃう、結構タバコの匂いで酔っちゃうこと多かった。私はほっちゃんに酔ってしまってます。うまい、うまいな、座布団1枚。ちなみに昨日、編み物の動画撮れませんでした。そうだ、ぬいぐるみ回転界隈をそのマカオで撮ったんだけど、まあ、途中までしか撮れてなくて、まあ一旦なんか途中まで撮ったのを編集してみようかなとは思ってるんですけど、ちょっとやってみようかな。知らない？ぬいぐるみ回転界隈。チャ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 。でもぬいぐるみを回転するんじゃなくて、自分を回転させようかなと思ってたけど、ちょっとめんどくさくて撮るのがやめました。でもなんか動画編集とかマジで全くしたことがなくて、できません。写真
写真の加工はお得意ものですが、動画の加工はあんまりできませんね。写真もできないわ。なんか皆さんがよくその写真会、お話し会とかのなんか告知で画像可愛いの作ってくださるの、でも本当にあれ自分じゃできなくって、本当に尊敬です、ありがとうってか本当に感謝感謝です。感謝感謝。あ、そうだ、あと今日はあのポケポケの大型アップデートの話がありましたね。ポケポケ、うん、楽しみ。年内に新しいパックが出るみたいな。ポケポケ、ポケポケ知らないの？かの今大流行りしているヒカキンさんがの動画見てるんですけど、めっちゃパック引いてるよ。ポケモンのカードゲームのアプリのゲームです。大流行、大流行だよ。もうね、なんか売り上げが90何億らしいですよ。やばくない？ももかは課金してません。まだしてませんけど、しかもそのなんか40何パーが日本での課金らしい。すごくない？みんなゲーム内にお知らせなかったけど、どこ情報ですか？ポケポケ X、 ポケポケの公式 X情報だった気がします。あれ？ポケポケどこで見たんだっけ？ピカチュウデッキ使ってます。ピカチュウ、でもミュウツーのデッキも使ってます。X にありました。あったよね、やっぱり。どういたしまして。でも本当に最近はもう編み物にハマりすぎてゲームをあまりやっておりませんね。もう久しぶりにスプラトゥーンやりたいなって思ってる。でも桃鉄やりたいの今ほん、ゲーム実況で桃鉄やってる人の見てめっちゃ桃鉄やりたいんだけど、
なんか桃鉄さやる友達いないから、桃鉄一人、なんか一回一人で100年モードでしてたんだけど、なんかもう一人じゃ本当に寂しくて、なんか桃鉄やるイベント開きたい ファンのみんなさんと。しません？桃鉄するイベント。3人しかい、限定3名、桃鉄イベント。交通費、カセット代実費、チケット代は、代は、まあ、じゃあレッドブル10本買ってきてください。やりたい、桃鉄 ホテル、キノコ、木が降ってきた。あ、またカーペットの木がいっぱいついてるの。本当に、テイさん何歳ですか？ホテイさんはですね、今13歳です。この間、次中2になります。あと、何やりたいかな。でもさ、やっぱさ、そういうのイベントってさ、少人数よりかはなんかさ、大人数でできる系の方がいいよね。あ、じゃああれにしよう。フォールガイズ フォールガイズをしよう、みんなで。それだったらみんな参加できそう。最近してないな。でもねえ、ルール簡単で楽しいんだよ。オフ会、オフ会しよう、オフ会。エキちゃんの犬のやつ？いや、あれはちょっと違うゲームかな。また違うゲームなんだけど、なんかアスレチックみたいなステージがあって、それをなんか1番にゴールして、ゴールできた人の勝ちみたいなおゲームでございます。あ、マリオカート！で、マリオカートありかも。マリオカートするだけの回作ろう。マリオカートもやりたい、みんなと。ゲーム、ホテちゃんとゲームイベント、ゲームするイベント作りたい。オフ会 タイトル、オフ会。ホテちゃんとオフ会イベント。
なんかどういう企画あったら楽しいかな。どういう企画あったら嬉しいですか。でもお母さんはそういうイベント したいなってなった時にさ、なんかみんなとゲームするっていうことしか思いつかないんだよね。ビンゴ大会、ビンゴ大会はめっちゃしたいなって思ってて、あのビンゴをした人が、あの僕の作った僕の編んだ作品ゲットできるぞみたいなビンゴ大会したい。バーベキューしたいね。バーベキューね、マカはねしたいんだ。でもバーベキューさ、あ、これ言ったっけ、バーベキューしたいみたいな話。バーベキューしたい、あのこの間ユニバに行ったお友達となんか次バーベキューしたらしくて、その子が夏に、ま、本当に羨ましくて、次バーベキューするとき誘ってねって言ってお別れしました。バーベキューしたいのそれくらい。なんかバーベキューなんてもう幼稚園とかでしたい以来してないかも。あんまなくない？バーベキューし、あ、嘘だ、イーケンの合宿でやったわ、あれ楽しかった。イーケンの合宿でバーベキュー本当に久しぶりにして、なんかバーベキューいいなって思った。18期やってた、そう18期がなんかバーベキューやってて、その時のんちゃんと一緒にいたのかな、福岡でかな、のんちゃんと一緒にいて、いや羨ましいって二人で喋ってた。うん、そうだ、あとね、のんちゃんから沖縄のお土産で海ぶどうもらったんだ。なんかモカがマカオから帰ってきて、その後にのんちゃんもモカもいるちょっとお仕事があったんだけど、なんかその時にのんちゃんにあの遊戯王とマイメロコラボのハッピーセットあげようって思って、ルンルンって言ってあげようって思って、のんちゃんにあげようって思ってのんちゃんに会ったら、なんかのんちゃんがいきなり海ぶどうくれて、えーってなって嬉しい。なんかもう沖縄行ったら海ぶどうかゴーヤチャンプル食べたかったんだよねって思ってもらって、でそののんちゃんに遊戯王のことあげるの内緒にしてたんだよね。なんかモカが一回ストーリー、インスタのストーリーにその遊戯王コラボのぬいぐるみと自撮りあげたんだよね。それでのんちゃんがいいなみたいな返信来てたから、いいでしょうって言って、あの、あげることを全く匂わせないようにしてたのね。で、サプライズであげようと思って。だから、出したらびっくりしてた。なんかこれ出た時から欲しいって思ったんだよねって言ってた。海ぶどう、そのちゃんから海ぶどうもらったんだけど、まだ食べてないんだよね。まだ日持ちするからまだ食べてない。大事にとっております。しかもそのマカオでハッピーセットを買った時に、なんかこういう箱でしかもらえ、普通にその商品そのまま渡されたんだけど、のんちゃんにあげようって思って買ったハッピーセット、
香港空港で買ったやつはなんか専用のボックス、遊戯王のハッピーセット用のボックスの中に商品入れてくれたからなんかお得だった。海ぶどうってどうやって食べるの？なんかねタレついてるよ、だいたい海ぶどう。でも僕ポン酢で食べるのが好きです。なんかポン酢って最強ですよね、もう何につけても合うみたいな。でも昔お鍋とか何でもごまだれ、ごまだれしか勝たんみたいな、ちっちゃい頃酸っぱくてポン酢食べれなかったんだけど今はもうポン酢派です。ポン酢派です。そう最近柔軟期と久しぶりにこの間レッスンあったんだけど会えました。ソララとかアイちゃんとかめっちゃ久しぶりってなりましたね。そう、その久しぶりにみんなと会った帰りにそうエリコとも会ってご飯お好み焼き行って、でお好み焼きなんかさ自分でこれ作らなきゃいけないのかなって思って、なんかどう思うみたいな話しながらあのお好み焼き食べに向かってて、でもじゃあ2人で作ろうみたいな話になって、そのお好み焼きひっくり返す作業あるじゃないですか、それをじゃあ2人でやろうみたいな話してて、僕がこう2人で一世の出でひっくり返したいみたいな話をしてたんだけど、だってさ一世のでひっくり返してさエリコがこっちでさモカがこっちでしたらさ失敗するわけじゃん。できるかなって思いながらお店入ったのね。そしたら当店のお好み焼きは全部スタッフがお作りしていますって書いてあった。だからできなかったです。こうやってひっくり返すの。セルフじゃなかった。よかった。でもよかった、セルフじゃなくて。だって作れないもんお好み焼きなんて。セルフのお店で今度もんじゃやってみて。もんじゃはね僕は得意ですよ。小さい頃から英才教育してたんで、もんじゃの結構なんか小中の頃から家でもんじゃ焼きしてた人なんだけど、家でもかが絶対作ってました。ちなみにもんじゃ焼きもうなんかめっちゃハマりすぎた頃あって、もうハマったらそれしか食べれなくなるんだけど、その学校がお休みの日なんかママもパパも仕事のお昼ご飯とかあってさ何もないわけじゃん。でママがなんかもんじゃ焼きのセット、もんじゃ焼きキャベツとかタレだしとか作って置いてくれてて、これじゃあこれで自分で作って食べてねみたいな感じで一人もんじゃもしたことあるくらいハマってた時はある。まあね、ハマったらそれしか食べなくなっちゃうタイプだからね。そう、土手作るのよ、ドーナツみたいなの丸くつく具材をトン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 って細かく刻んで土手ドーナツ土手作って汁流し込んでを待って汁と合わせるで
伸ばす、じゃん。でももんじゃ焼きって美味しいよね。なんかこの間、この間っていうか結構前にもんじゃ焼き屋さん、あんまもんじゃ焼き屋さん行ったことなくて、なんかもんじゃ焼き屋さんのもんじゃ食べた時に、なんか生クリーム入れてたのかな、そのお店、それが美味しくて、いやなんかもう鉄板のお店って外れないからね。いやなんか鉄板で外れってある？なんかだってさ、鉄板で焼いたら何でも美味しくなるでしょ、何焼いても。いや鉄板、鉄板最高だわ結論。ホテちゃんにもんじゃ作ってもらう、言うんだけど、え、あり、ありかも。バーベキューイベントじゃなくてえ、タイトル何にする？ホテちゃんのもんじゃ焼きイベント、ホテちゃんに任せんしゃい、任せんかい。え、でももんじゃ焼きさ、むずくない？取り分けんの。なんかさ、だってさ、もんじゃ焼きさ、あれじゃない？だってお皿、なんかさ、まあみんながいいならいいんだけどさ、まあだってさ、ちょっと知らない人とちょっとね、ピュッピュッピュッって取っていくわけじゃん。だからさ、お皿に取るでしょ。え、なんか見た目嫌じゃない？やっぱりたこ焼きにしよう。たこ焼き、たこ焼き、あ、みんなでたこパしよう。なんかたこ焼き焼けますよ、焼くの得意ですので。みんなたこ焼きの台1台持って、あの参加費として持ってきていただいてやりましょう。たこ焼きの台、あの参加費はたこ焼きの台1台と、たこたこは高いのでたこでお願いしますたこ高いのでお願いします。皆さん持ってきていただいてコパン、粉はあの粉担当もお願いします。そう、この間そのエリコとお好み焼き行く前にたこ焼き食べたいみたいな話してて、たこ焼き屋さん銀だこかな行って、目の前まで行ったんだけど、その立ち食いしかできなくて、そこが諦めましたってな感じでショールーム終わりたいと思います。いきなりライブランキング読ませていただきます。きます。13位モッティさん、ありがとうございます。12位ピースさん、ありがとうございます。11位ホリちゃん、ありがとうございます。10位リオちゃん、ありがとうございます。9位清水のりさん、ありがとうございます。7位ゆうちゃん、ありがとうございます。6位バイク小僧さん、ありがとうございます。5位しゅんごさん、ありがとうございます。4位いさおさん、ありがとうございます。3位ねたろうさん、ありがとうございます。2位マッシュさん、ありがとうございます。そして1位はほちとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
ただいま写真会、 AKB48 10枚目アルバム写真会受付中ですので、ぜひぜひ待ってます。皆さんのこと、なんか発売日到着分が最後なのかな、今回が。なのでお忘れず。なんか生写真入ってるんだっけ、なんか書いてたよね。記憶違いだったらごめんなさい。ぜひぜひお願いします。バイバーイ、おやすみなさーい、いい夢見てね。